さあ、本日もゴーストオブツシマやっていこうと思います。はい。まあ、新章突入みたいな感じですけど、うん、新たにミッションがいろいろ追加されていて、まあ、これが僕はとりあえず、鎧が欲しいなと。境地に伝わる鎧。欲しいね。ちょっとね、やっぱ、バンシだと、どうしても一撃でやられてしまうので、少なからずやっぱ、防具を強化したいということで、まずはこれいこうと思います。オッケー。あとなんか今のだと、今のクソダセマスクあるじゃん、うん、あれから変更できるっぽいよ。ほら激遠いわ。てか遠いんだ。あ、こっち行きますか。さあ、鳥あそこか。あ、なんすか、なんすか、これ。ほら、あれ、あ、助かる。久々。今んとこ7切りまでしか行かないけど、もっと上あんのかな。どう、いや、ないでしょかなあ。あ、足りないね、数が。確かに。うまいな。うまいな。俺はもう慣れたもんですよ。4個か。なんかおるぞ。どこ？あ、ほんと。サブミッションは全部寄り道していく。それがサヨドラ流でございます。パート100までいく。伝承くれ。お、タッチ。一人でタチを振り回していましたよ。マネズ？生き残った民か、ただの賊か、わかりません。ですがなぜか泣いてました。これは、いや、違えた。これは来たかと思ったわ。今でもよかったのに。マジか。伝承のやりたさがすごい。まあ、よい。こっちか。お、どれ、どこ行くんだ。なんかあっちの白い煙の方っぽいね。なんかありそうだな、ここ。あ、え、なんだこれ。死の、死の、この家の中かな。あ、上だ。お侍様、化け物がいるんです。伝承来たぞ、化け物は。これは伝承。あれ、川の子カッパ。伝承これ、本当に。でも気になるね。死のよ。昨夜現れてカッパが見ました。カッパがな、見てない。落ち着け、お主の名は。死のでございます。落ち着いた。死の奥さん候補かな。して何を見た。美人な方だね。川の子カッパです。妖怪の、確かか。かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか。父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。ほんまけ。父親を探してみよう。絶対信じるね。家におれ。ね、確かに。水辺によるでないぞ。荒川アンダーザブリッジじゃん。懐かしいな。あ、でもカッパの足跡っすわ、あれ。ほんとだ。見たことない、あんな。お気をつけください。カッパは空腹のはず。めちゃめちゃ地形カッパ。すげえ近くにいんな。あ、血がついてる。なんやろ、調べよう。こぼれている。急いでおったようだ。カッパが、カッパ側が、カッパ側が、カッパ側が急いでるじゃない。なんやろ、食い散らかしてやる。おお、カッパっぽい、カッパっぽい、確かに。あ、血の跡。この跡、人か獣のものか。本当にカッパ戦始まるのかな。いや、ほんとに作家様になって。そんなことある。アニメ好きだったなぁ、レカワンダーズブリッジ。これが跡が続いておる。なんだこれは。カッパでしょ、さすがに。まあカッパだよな、明らかに。なんでホラーなの、いきなり。なんでホラーなの、いきなり。あ、絶対カッパじゃん。人が。お、調べる。シノの父親だな。切り口はむごいが、鋭利だ。タチってしたよね、さっき。犯人の足跡があるはず。タチ、足跡探しますか。俺か。見つけた。この方角か。普通に気になるな、これ展開。そうだよね。サブミッションにしてはえらく気にはなるような。こっちっすか。こっちだね。攻めてきてるよね。この道っぽいよね、さすがに。おう、この匂い、焼けた魚だ。焼けた魚。カッパ魚焼くの。確かに。おかしいでしょ。マジでカッパ戦してよ、普通に。なんか
ジンガイと戦ってみたい気持ちはある。おお、カッパであってほしいよね。お、キムチ勝負しろ。誰と？カッパではない。カッパではない。今ただの族であろうな。化け物か。しかもめちゃめちゃなんか黄色の王剣持ってません？いや、まあ光の影じゃないけど。カッパどこだよお前ら。おい、カッパどこ？あれ？待って待って、これ切っていいのか？いいいいいいです、全然いいでしょ。うわ、ちゃんとちゃんとしてる。市民のくせに。待って、なんかおかしくね？潜水？潜水とかあんのこれ？うわ、え、見て。おお、しかも生き返れないんだ。はいや。うわーこいつ。え、なに、結局あいつらだ、違うやつだったの？こいつらだね、犯人。カッパに見せかけた。許すな。カッパの目離せ。OK。なんか汚い笛手に入れたって言ったから、笛手に入るかもね。笛ってなんすか？なんか、たまじでも。おじ、父親が持った笛のことじゃないかな。うまいね。よいしょ。終わりっすか？盗みも働いておるはずだ。え、結局足跡は何なの？人だったのかな。これか、違う、小石だ。小石、笛だ。シノの父親のものだ。なにそれ、普通だ。シノに渡さねば。足跡の謎は、いや足跡わかんない。普通に俗の 足が変だった危険だったんじゃないですか。さすがにそれ以外ないし、最悪のオチだね。これでも分かったっすよ。カッパだって言っといて、うん、敵を撃ってもらったみたいな。でも普通に、いやでも普通に言えば別に元気だもんな。敵を撃つけどな。父さんは手遅れであった。父さん近くなかった？超近かった。徒歩。カッパの仕業です。カッパではない、族だ。いえ、ええ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人とは。悲しい話ですよ。損しかなんかか。行く当てはあるのか？赤島に叔母が。つながる感じ。なるほどね。これは父親のものか？はい。どうもありがとうございます。さようなら。すまぬな、足のよ。すぐに立ちます。あ、入りました。ラン、うむぎ、うむぎか。めちゃめちゃ多いけど通り過ぎる。あ、いいね、あいって待って、乗り手乗り手乗り手やばいな、このマークは。マジか、助けなきゃいけないんだ。すっげーな。うわー、すごい。何やねそれ。あやばいやつやがった 今すごい伸びてきたよ。耳すまし使うなってよ。弓か。まあいや、身内でしょうね。なんかいいもん教えてくれよ、そん代わり。そうだよな、助けるんだから。あいつ行けっかな。なんやその踊り。なんやお前その踊りは。腰痛いんでしょ。頭を。おお、今かっこいい。で、一人やられた。気づいてない。あ、左のやつはいけるね。うまい。うへ、うまっ。あと一人か。おう、見づら。あ、やべ、バレたか。バレたくせ。まあでも隠れれそうだね。あ、上から行くか。やめちぎれば。うん、あ、いける。3人目、3人目。うわ、もうマジで。なぜ。お前もう本当に犬が怖えな、こっからしかも。確かに。ナイス。終わった？いや、まだいると思う。
どこだ。おいちょいちょいいぬいのっけねえ、ようやった終わり多分かな。お助けください。はいはいはい、なんか教えてくれよ。金田の木に打ち入ったお方ですね。志村様の恩人だ。このことは生涯忘れません。道中気をつけよ。気をつけよ。貴様あ、あと4人めっちゃ多いぞ。なるほどね。じゃあ、じゃあ助けますか。あれか、あれか。ナイス。いいね。バレないもんだ。あ、来てる。俺、みんな向こう行った。ラッキー。ハレツヤか。でかいな。いや、ハレツヤでいいような気する。ナイス。あ、とどめさせるわ。でけ、ありがてえ。あいつら相当減ってるでしょ、体力。多分一戦か。いいよ。あ、呼んでる。そえ。よいしょ。あと何人だ。宝魚行った。終わった。ひょっとして。さあ。まあでもなんか。あ、近くにできるか。え、どこ？ん？いや、わかんないっすわ。あ、そこ。なるほどね。誰だ。おい、うどけくちゃはるた。あ、降りてきた。そういうこと。なんでこれは美味しい。ラッキー。はい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 。二人目動くな。この命すっかり諦めておりました。もう当てんだ。よかったの。あと二人いた。どこ。左の方ほら。左の方。あっちの奥にいる。あ、いるね。あれか。あ、闇してくるやん。おっ、ドン。助けましょう。待たせてしまったな。お、3人目だ。割と楽に潜伏すれば助けれそうだ。この拷問は忘れません。ええやで。道中気をつけよ。まあ一人一人やってきますか。そうだね。動くな動くな、マジで。うまい。回ってねー。エイムがいい。回っていきたいね。なるほど。そこに弓っぽいやついるな。弓やっときたいね。家中いるな。あ、ほんと。あ、かっこいい。出たえ、ダサ。うん、びっくりした。ミスった。ミスったよね、今。待って待って、そのミスり方やめて、マジで。びっくりしたわ、今。ナイス。あと何人だ。あと2人か。そこに2人か。3人か。1人はやれるね。うん。1人で、よいしょ。いや、ここ開けとくんで、闇打ち天才やろ。弓使う必要あるのかという。これ全員やったか。いや、あそこに一人ラスト。戦うか。やったね。いいね。はい、助け切った。逃がしてやる。なんかくれ。頼むよ。その代わり噂でいいぞ。御作様のような強さ。あの御作様。鍵。え、島を守るため使わせてもらおう。おお、なにこれ。6つの鍵の1つやった。待って、御作の鎧絶対強いでしょ。いや、これちょっと俺全部拠点助けますわ。おお、やばっ。カジとかマジで一番テンション上がるもん。よう分かっとるな、やっぱ外国人。こいつ分かっとるわ。ありがとうございます。あ、晴れた。いい街になったね。
綺麗な街だったね。ね。あ、モンスターハンター。モンスターめっちゃぽいわ。これで集落をどんどん助けていけば復興していって最終的に小作につながるってことだよね。たまつら10個もらったよ。マジでっけー。なるほどね。ってことはまたイベントも発生するわけだこの町で。あーなるほど。お話できるでしょ。ドラクエじゃん。そうだね、ドラクエだね。これ終わった。貴様か、お前5作か。5作の話を聞かせてほしい。ご存知ですか、我々が幾とせも隠してきた強大な鎧を猛虎が探しているそうです。猛虎のことだ、よからぬことに使う気だろう。話によるとその鎧をつければ百姓も英雄になれるとか。武士がつけるとどうなるのだろうな。詳しいことを知りたければぜひ琵琶法師にお聞きください。琵琶法師来た、伝承じゃない。赤島の近くにいるそうですよ。最速これは来たよ。なるほどね。いや、一旦赤島だからでも近いんすよね。確か赤島ってね、この辺だったような気するんですよ。赤島、ほらそうだね。なんで、まあとりあえずメインミッション行ってからすぐ行きましょう。そうだね。さて、ウムギの南にそろそろ着きそうですね。着くね。ああで、なんか向こうの方に見えてきましたね。ウムギ御前の橋。へぇ、もろここだね。ウムギ谷を探せ。あ、結構まだだ。あ、ここになんか入ればいい。うわ、なんか綺麗だね、この辺。おぉ、うわ、ぽい、めっちゃぽい。なんだあれ、え、地蔵。びっくりした。人の顔に見え、普通になんか髪の長い女に見えたわ怖がってるここっぽくないっすか。まさしくっぽいよね。うん、ここじゃなかったらもう分からんわ逆に。ウムギ谷来たね。止まれ浪人、何用でもいい。浪人ではない、酒井仁と申す。侍ならば御前に哀れよ。ほう、ウムギ谷の佐藤さだ。さあこちらへ。杉ヶ里一応コミュニケーション取れんすね。まず、わわわ、あれ伝承か、くっそあれ、杉ヶ里も最初のとこにいた杉ヶ里とここにいる杉ヶ里で違うのかもね。まあそうだね、竜像一派であれば確実に俺今戦いになってるはずだもんな。うん、このお方がウムギ御前。おさ、ウムギ谷へようこそ。ほう、女性なんすね。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね、ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。なるほど。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。切ってみて全員やるか。さてそれじゃあご用を伺おうじゃないか。いいなキャラ。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだ。聞いたことあるな仲良くしてやりな礼を言う。また会いたいもんだね。すげえ、なんかこいついいな。だよな、かなり好きなキャラだ。エボシだよね、エボシ。うん、ぽい、超ぽい。酒飲みにろくなやついねえんだよな。酒井様、え、なんだ、こちらへ。ビアホシだ。お伝えしたいことが。なんでしょう。どうした。あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる、修羅などおらぬぞ。おるのです、その名は小次郎、不死身の男です。佐々木、聞かせてくれ、聞かせてくれ。小次郎、聞かせてくれ、それ頼む。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。柱はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は
剣の鬼へとなりはつる。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎となり。その小次郎に狙われておるのか。うわー、これですわ。それに今日は伝承の日でございます。皆様よろしくお願いします。日記打ち、日記打ちですが、お力を示すため手先である5人の菅笠衆を打ちください。5人を打てと、居所は豊玉のあちこちにおります。あ、居所は散らばってるんだ。わかるとか。ことづて聞き届けた。挑戦を受けよう。小次郎を打ち破れるのはあなたのみ。お気をつけて。うわー、これどうしよっかな。いや、やべえね。うわー、どっちかっすよね。まあメインストーリーのここをこなした後に小次郎行くか、うん、もう直で小次郎行くか。ここだけこなしていいんじゃない？あの、もう来ちゃったから。まあそうですよね。5箇所ってなると結構壮大なあれなんで、うん、まあ一旦じゃあこっちに戻りますか。卓球だけ、うん。なるほどね。これはちょっと、早くやりてえ。ゴロと喋ってる場合じゃねえよ。話終わらせろ。酒飲みやがって。お主がゴロか。だったらどうだったんだい。そういうあんたは情けねえな。絶対小次郎の六本刀に入らないよ、こいつ。侍はみんな死んだろ。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって。本土まで下踏みを届けろ。ああ、そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことか。意外と、うん、嫌いじゃねえぞ俺。今のは駒田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。さよか。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。まあでもなんか、まあ犠牲を無駄にしてはいけないよな。カラコン入れてんの気づきましたこいつ。カラコン本当青いんですよ、瞳が。マジか、酒飲んでやるぞ。火星は得られる。お主が下踏みを届ければな。切るぞ、早く動け。ここであのコメントマークがね、ちょっと気になってんすよ。俺んちはここだ、入りな。閉めんな。はい、どうも。お、なかなか、おぉ、種類がいいね。宝がありそうな、なんかないですか、ね、海はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。はい。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。御意。ゴーローの地図。わかりました。開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。俺が出てやろう。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜ五郎の家なんて。意外と立場こっちの方が上なんすね。なんだと。侍強いのか。いや、出直します。まあ陣だからね。まあ一応超有名人でしょこの世界じゃ。さすがに。ひとまずは行きますか。志村様のところですね。さあ、志村殿来たでござるよ。さあ、これで進むね。いける？いけない。まあ大丈夫、影クッションです、これ。影シュッて立つからな。開いた。よう。守備は？はい、お伝えします。まあ悪くないっす。うん。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。さましました。いいね。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。操つほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。宵その時までに戦自宅を済ませろ。そしたらやっぱ御作の鎧を。はい、おじめ結構時間かかるんですけど大丈夫ですかね。
てか、おじゅうが悪にも使いようっていうのが変な感じだね。まあなんかちょっと心変わりがあるみたいな描写もありましたもんね、さっき。そうだよね、あの変化みたいなあったもんね、うん、おじゅうが変化してってるみたいな。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。なぜわしだけ歩きなんですか。古金製の殻の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。あやつは五金製に背いた。なぜご放免なさったのですか。力はな、加減して用いねばならぬ。弱すぎれば侮られるが、強すぎても好機を逸してしまう。いや、そういうのできない人だと思ってたわ。でもまあそんなになんか変わった、心変わりというかさ、昔を知らないからあんまり分かんない。ゴロは抜けられるでしょうか。変わったのはもしかしたら堺の方というか陣の方というか。ああなるほどね、あー深いね。でもなんか確かにおじいのイメージとして悪いやつ切るだったから。こちらに生きてらっしゃったとは、よかった、よく引き受けた。だって俺らはさ、クロードとしての陣を操作してきたから、うん、もうクロードとしては慣れてるな。そうだね。の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねば。はい、ここからは歩く。でも正面突破だよな、おじ上的には。まあいつも正面だもんな。水戸だけ取りで、我が父が槍川家から奪ったものは今や猛虎の砦。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろう。やっぱ正面なんだね。砦の中で騒ぎを起こせば、うん、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです、はい、死ぬおつもりですか。いいから、下踏みを届けろ。五郎多分何回か死ぬ。お前は気づかれる。歩いていくぞ。あれ良いな境。でも普通に歩いていくんだ。気づか、あ、まあでも結局正面突破だろうな。毎回これでもおじ上と一緒だとやってらんねえよな。こっちはクロードとしてやってんだ。おじ上闇打ちさせろよ。時代がちげえんだよ。いつもガラケーばっか使いやがってお前その鎧ちょっとよこせやと。そう、こっちもすっかすかなんだぞ。ミサイつければ勝機はある。ふい、それだけで砦を落とせますか。まあ、それはでもクロードに当たんないのか。なるほどね。闇打ちじゃなければ敵の不意をつけると初手だけで十分。残りは切るのみだ。初手は行くんですね。初手だけじゃなくてもいけるよ。おじ上、猛虎の兵だ。隠れて行けば敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受ける。出た出た、いいよいいよ別に背中でもチンコでも何でも傷を負っていいからさ。あいつやる気だぞ。闇討ちしろってことか。おお、おじ上どうするどうする。目の前で闇討ちして。ゴリゴリに光ってる。お前、ほんともう意味ねえことすんじゃねえよ。バカも、バカ、バカおじ上。バカすぎるだろ今の。くそー。参りましょう、おじ上。来たー。よいしょ。よいしょ。おじ上生きてるか。ギリギリだね。こっちからやるよ俺は。おいしょ。いいよ。どうやおじ上、生きてるか。必死だから自分に。おじ上助けるよ。おじ上強い。追ってる追ってる。いって、もうほんと弓にうんちやな。弓の方にでかいのもいるし。そうだね、犬もいるしね。いってうわ、もうむちゃくちゃ。きてええぐいえぐい。おじゅう、ここの木だけ引いてほしいな。でもおじゅう生きてるね。いや、ターゲット俺の方でしょ、ほとんど。あっぶ、ナイス。くっそ、このガードがね、強制なのがほんときついんだよ。いや、オッケー、ナイスナイス。いや、一回落ちるの、一回、うん、弓さえなんとかすぎや。よくやった、おじ上いいよ、いけ、おじ上走れ。いいよ、おじ上、俺がその後ろから。ナイス、いいぞ、いいぞ。なんかおじ上にさ、命令とかで来たらいいのにね弓行けとかって命大事にとかそうそうそう。見上げた上達ぶりではないか。ありがとうございます。こやつら恐れをなしておるぞ。いや、身内でよかったっすよ、おじ上、マジで本当におじ上おじ上、超嬉しそうだよ気
気分はいいのかもしんないけどさ。敵は？うわうわうわ、やばい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 、めちゃくちゃや。なんでここ入ろうと思った？めちゃくちゃやんこれ。行け行け50上、続けって。50上が先に行け、行って。くっそマジで、もうどこや、これで。おお前か、勘弁してくれよ、勘弁してくれよ、おじめ。ほんで開けんな、開けんなやめてくれよ、おじめ。十分だろ、どうなっとるんや。指どこや、痛い痛い指。指さえなんとかせよ、指さえなんとかせよ、大丈夫。いやきついな、ヘルノット、いてきつい。いやこれきつい、おじめきつい、おじめきつい。ほんと腹立つ弓。ナイス。お前ら本当に、お前らだけだったら全然いいんだからな、弓だからな、全てこれだからな、マジできついのこのゲーム。バンシーで一番きついのこれだからな、絶対。いいよいいよ、いや、ナイス。犬犬犬、おじゅうが行って、いや弓ゾーンだ、よけた。おじゅう、おじゅう、そう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 、そいつだそいつだ、中にいそう、そうそうそう、おじゅう。こいつらがね、時間がね、かかりすぎると、マジ一瞬で撃ってくんだよ。もういいだろ、だから。いい、おじゅう。十分だろ。おじゅう、もう十分だって。席止まんないよ、おじゅう。おじゅう、なんか変なとこ入っちゃった。押しとる。押したか？あ、でもなんかここから、あ、来た。おじゅう、やばいよ、これは。やばそうなの来たよ。いや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 、いや無理無理無理。おお、めちゃくちゃやな、強っ。おじゅういけ、おじゅう、そいつ頼んだ、俺弓探す、どうせいるから。どうせそうじゃない、じゃあ、まあ、ディダスクするか、うん、おじゅう後ろから切られてる。ありがとうございます。で、上がり続けてるな。いや、おじゅう、毎回勝ち抜き上げるんだよ。ターゲット取って、オッケー、避けた、避けた、おじゅう。ナイス、おじゅう、オッケー。うおえげつない音だってんな、わかんないね。いや、ナイス、オッケー。あー、デカブス、いやいや、ヒヤリがやべえ、そんなことよ。臆するわ、そりゃ。おじうえ、つえな。おお、まあ、そんなアーマーしてたのな。おじうえ、ターゲット頼むよ、その間俺弓探す。おじうえ、おじうえ、こいつ、おじうえ、おじうえ、来てない、もう今度。え、違う、おじゅうた、おじゅうターゲット取れないか、もうしょうがないな。おいしょ、ヤギいるな横に。あー、いたね。待って待って、やばいやばい、ってかヒヤリも飛んでくるんでしょ、これだって。おじゅうナイス、おじゅうあいつもう触って、あ、いいねいいねいいね、ナイスナイスナイス、ありがとうございます。褒め続けるな。おじめなんかシリみたいになんか同じ単語言うようになってない。なんか他言うことない、ね、として、もうちょっと褒めのレパートリー増やしてほしいっす。はい、弓矢欲しいんです。おじめ弓矢はダメですかね。うわー、行くんだあれに。いいね、おじめ、おじめこいつ頼むわ、きっちり。おじめにやらせといて、後ろがバカバカと、あ、いや、なに当たってなかったのかな、俺の攻撃みたいね。おじゅうえ頼む、おじゅうえ死ぬ死ぬ死ぬ、ナイスおじゅうえ、ナイスおじゅうえ、隊長だった、通りで、あと5人、まだまだやな。月の方って何に特攻つくんだろうね。全部に来て、それがボス。あー、ボス特攻とかすげえかっこいいけどね。おお、もうちょいもうちょい、ナイスおじゅうえ。いや、これきついわ。おじゅうえ、いけ。最後まで弓矢なのか、このゲームは最後まで。お前そのヘッドショットマジやめろよ。うわっ、ナイス、あと1人、3発だろどうせ、3、お前よーし、つも打ちやがってよ、とどめ、とどめ差し出してください。おじめ、まだ入り江と何があった、猛虎に見つかったな。あら、ゴロジャー、奴らの船に追われれば半端ない戦闘入ったな。おたまりもんだから、うん、いえ、我らがおります。それにこのヒアリも。ああ、なるほど。敵の兵器だぞ。それを使うと、今は味方の命が肝心。そうだよ。
操れるのだな。あ、許してくれた。やってみせます。あれ、おじういいやつじゃん。もうこの船を潰せ。こんな卑怯な、こんな卑怯なも許したらさ、もうあと全部許してくれるよね。思った以上にね、おし優しいね、おじうえ。新手の船が来よったぞ。ゴローの船に。あ、ゲーム変わった。どれ？新手。絶対違う、絶対違う。え、これじゃないの？あ、あれでしょ。これか。やりました。これ。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。キングダムハーツみたい。なんか。あ、あれがそれゴロでしょ。ああ、そういうことか。じゃあ撃っちゃえばいいのか。ガン強っ。強っ。ガンタルってなんかずっと下から落ちてる。へーへー、こんなもん撃ってたのか。ズルじゃねえかよ、ただ。おぉ、やべ、撃たれた。あ、浜に救兵が。ゴロ、進むのだ。強っ。何これ、ただの兵器じゃん。おぉ、弱チェやな、やってること終わったんじゃな。強すぎる。あ、でも下までやっといわ。どこ？ほら、動いてるじゃん。え？下、この辺うろちょろしてるよ。あ、この辺？おう。じゃあ撃っとくか。あ、向こう。しょうがねえな。兵器撃っとくか。ほら、お前、何しとんじゃん。おお、いったいったいった。やめんけん。あ、来てる来てる。ひでえ。ひどいもんだよ、これ。これあるんだったら全部これでやろうや。おお。戦い。これ持って帰ろう。あ、あっちもか。次の船が来る。ゴロを耐えてくれ。ゴロ耐えてくれ。どうだ、あれか。あ、後ろ後ろ後ろ、来てる来てる。あ、そっか、あ、そう来てんのか。危ない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 。地味に難しいな。確かに。オッケー、だと正面か。これか。おいしょ、勝ったのでは。ゲブミを頼んだ、頼んだぞ、ゴロ。いけ、ゴロ。やりました。何人やったんだこれで。こんにさ、こんなんで500人ぐらいいったぞ。おじうえの教えに恥じぬようにと。それどころではない、まこと立派になった。あ、褒めてくれてる。ありがてえ。成長したな。あなたけ、あのゲブミには上心もしたためてある。 お前を志村の跡継ぎにする。跡継ぎだって。跡継ぎ。おじうえ、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。すごい。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。うわー、いいねー。ことを進めておかねばな。お考えが。酒井家の鎧を手に入れ、あー、なるほどね。槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れていくがいい。ユナに会い、大見村で鎧を得ます。終わったら我がクバラの陣所に来るがよい。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様の勝利を祝ってくだされ。父と子、離れることになるな。くれぐれも用心しろ。たまらんな、父と子って響き。ちょっと志村様の評価バカ上がりしたわ。